の大村室内楽奏団のチェロとコントラバスの演奏でしたけども、まあ、皆さん喜んでいただいたので、大変良かったんじゃないかと思っております。それでまた来年もですね、こういうふうな催しを続けていきたいなと思って、感謝、皆さんに感謝しております。約1年ぶりに小倉地区ふれあいセンターにお邪魔して、そうですね、いろんな方に演奏を聴いていただいて本当に嬉しかったです。地元の有志の方にいろんな準備をしていただいて、とてもいいコンサートをさせていただきました。本当にありがとうございました。今日はですね、チェロとコントラバスというちょっと地味めなアンサンブルだったんですけど、たくさんの方にお越しいただきまして、楽しんでいただけて、とても僕らも楽しんでコンサートができました。ありがとうございました。長崎大村室内合奏団、いろんなところで、いろんな組み合わせで演奏してますので、ぜひ近くであるなという時はお越しいただいて、楽しんでいただければと思います。また皆さんとですね、演奏会の場で会えることを楽しみにしております。今日はありがとうございました。